Xperia X コンパクトレビューのまとめです。これまで投稿したのは14本ですね。今回 Xperia X コンパクトのレビューは Xperia XA Ultra をレビューした直後だったんで、基本的に共通のネタが多かったんですよ。なので共通部分の説明は避けました。具体的には設定画面の詳細説明とかカメラアプリの詳細説明の動画は全然作ってないっす。その代わりに普段は時間がなくてできないネタを重点的に作りました。この星の印がついている動画ですね。ここの5本と、あとここの2本、合計7本。この5本はですね、カメラアプリで Xperia でしか見たことないような面白い撮影モードが結構あるので、サウンドフォトとかタイムシフトビデオとかステッカークリエイター AR ファン、この辺を解説しました。で、ここの2本、Xperia Lounge の話と、マイ Xperia で保護の話ですね。この辺のことについて解説したレビュー記事とかって見たことないんで、非常に細かい話ではあるんですけれども、動画作ってて結構面白かったです。で、さっき言った通り、XA Ultra と X コンパクトを連続してレビューしたので、両者を比較してみました。ここに関してはまあ本質的な話ではないので、省略。シャッター音が XA Ultra は大きいけど X コンパクトは小さいと。カメラに関しては XA Ultra なぜか知らないけどね、マニュアルモードの時の画面が変なんですよ。ホワイトバランスの調整しかできないと。すでに動画でもお知らせしている件です。で、X コンパクトの方は、XA Ultra よりも高性能なセンサー使ってるので、120fps で撮影できるんですよね。なので、タイムシフトビデオという機能があります。まあ、スローモーション撮影機能ですけどね。これがあるっていうのも違いですね。この件に関しては、この動画ですでにお知らせした通りです。で、次、手ブレモード。こっちはオンオフのみなんですけど、こっちはですね、2種類あって、インテリジェントアクティブモードとスタンダードモード。で、インテリジェントアクティブモードっていうのは、より強力な手ブレ補正を行うモードです。ただし、60fps の時は使えません。で、シャッターボタン、ボリュームボタンの挙動については、両者で変わりませんでした。指紋リーダーは、こっちなしで、こっちありですと。あと、この話はですね、すでにもう動画にしてまして、この動画ですね。なので省略します。一応、まとめとしては、こうなってますと。自分には4.6インチは苦痛の方が多かった。ただし、コンパクトさゆえの良さもあることは確認できましたと。で、パフォーマンスについて、これももう動画でアップしてまして、これですね、14番。ここですと。必要にして十分なパフォーマンスでした。一般アプリケーションを使っている時にストレスは全く感じないです。ゲームに関しても同様ですと。X コンパクトが、もしくは Xperia ファミリーが他のスマホと比べて非常に優れているのは、カメラ関係と指紋リーダーの位置ですね。手ブレ補正の効果がね、非常に高いね。iPhone とかは手ブレ補正かなりちゃんと効くのかな？ iPhone よく知らないんで、ちょっとよくわかんないんだけど、とにかく他の Android でこれほどね、手ブレ補正が効くスマホってちょっと見たことないかも。というかもう、なんか全然当てにしなかったんだけどね。これほどちゃんと効くならば、本当に使い物になるなと思いましたよ。申し訳ないけど、XA Ultra の動画なんですけれども、一応こういう動画作りました。次はプレミアムお任せオート。これもカメラ関係の話なんですけど、ほぼリアルタイムで新判定してくれて、自動的に最適な設定で撮ってくれるんですよ。この動画でお知らせした通りですけどね。つまり、新判定が早くて正確ということは、当然その前段階としてフォーカシングもね、早くて正確だということを意味するわけですよ。ほぼソニーのデジカメを使っている感覚ですよ。普通のスマホのカメラとは一線を画すと思いましたね。なんですけど、ちょっと不思議だったのは、HDR だけはかけてくれた試しがなかったんですよね。なんでなんだろう。マニュアルモードでは HDR の項目あるので、機能としてないはずはないんだけれども、詳しく調べてないので間違ってるかもしれないんだけど、一応参考までに。あと、Xperia がすげえと思ったのね、指紋センサーの位置。電源ボタンと統合されてるんですよ。で、ここにあると。つまり、
ちょうど持つと親指が当たるところに指紋センサーがあって、これがめちゃめちゃ使いやすい。背面にあるよりもさらに使いやすいですね。認証エラーが出て初めて、そういえば指紋認証を設定してたんだっていうのに気がつくレベルで、もうほぼ無意識に指紋認証しちゃいますね。ソニー以外にここに指紋センサーを持つ機種ってないはずだと思うんですけど、ここに指紋センサーを持ってくると筐体を薄型化しにくいという事情が大きいのかな。なんですけど、本当使い勝手は最高です。エクスペリアラウンジとかマイエクスペリアで保護の件もエクスペリアならではですね。エクスペリアラウンジ、マイエクスペリア、この辺の話ですね。あとトラック ID とかムービークリエイター、スケッチ、プレイステーションアップなどソニーが独自開発したアプリも多数あります。一部はエクスペリア以外の端末でも使用可能ですと。はい、ということでまとめ。見た目は平凡でも実際使ってみるとやっぱりエクスペリアかっこいいなっていう部分は多いと感じましたね。ただし個人的には 4.6 インチという画面の小ささは厳しすぎます。もし自分が実際に購入するとしたら、もっと画面が大きいエクスペリアになるんではないかなと思いますけどね。最後に購入を考えている人のために、念のため留意事項、くどいようですがシャッターは消せませんよと。撮影時に LED 照明をオンオフ切り替えできません。撮影前にオンかオフかを切り替えることはできるんだけれども、撮影が開始されちゃうと切り替えることができなくなっちゃうという意味です。カメラアプリの UI はお世辞にも使いやすいとは言えないですね。この動画でお知らせした通りです。エクスペリアはカメラ関係の評価は非常に高いんだけれども、この件だけは本当がっかりな点ですね。なんでこんなことになってるのっていうのが不思議でならないですね。